こんにちは、奥野です。今日は出産エピソードについてお話をしたいと思います。7月の中旬に第2子となる女の子を出産しました。で、今回の出産なんですが、ちょっと普通通りにはいかなくって、前期破水が原因の切迫早産からの出産で、今回生まれた赤ちゃんは早産の低体重児ということで生まれてきました。正直今回の出産のことを動画にするかどうかすごく迷っていたんですが、私自身切迫早産とか早産で生まれてくる赤ちゃんに対しての知識があまりなくって、ネットとかでいろんな情報を集めていたんですね。で、その中ですごい役に立つこともあったし、すごく不安だったので、それが解消できた部分もあったので、私のこの今回の経験が誰かの役に立てれば嬉しいなと思って動画にすることにしました。はい、で、出産エピソードについてなんですが、私はさっき言ったように前期破水から始まりました。31週2日目の朝だったんですけど、朝起きて私漏らしたって思って、その感覚で起きたんですね。で、妊娠後期になってくると、もう膀胱が圧迫されて、すごいお手洗い近くなるじゃないですか。近くなるんですね。なので私も結構ギリギリ間に合ったみたいな感じのことが多かったので、ついに私は漏らしてしまったんだって思ったんですね、その時は。で、トイレに行ってみたら、結構足を伝ってドバって水が出てたんですね。まあ羊水だったんですけど、その時は全然破水ということも頭に浮かんでこなくって、ついにやっちゃったんだと思っていたんですけど、その後もなんか動くたんびにちょろちょろ漏れてる感じがしたんですね。おかしいなって思って、そこでもしかしたら破水かもってようやく頭に浮かんできたんですね。でも破水じゃないだろうって心のどっかで思ってたけど、一応念のためにと思っていつもかかってる病院に電話をして、違うとは思うんですけど、もしかしたら破水かもしれなくて、でも多分漏らしたんだと思うんですけどっていう話をしたら、じゃあまあどっちにしろ破水だったら危ないので病院に外来で来てくださいっていうふうに言われました。でも私ものんきに構えていたので、たまたまその日が夫が夜勤の日だったので、もうちょっとしたら帰ってくるから、車で送ってもらおうって思っていました。で、その後もなんか動くたびにちょろ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 漏れてて、いやこれ破水だなって思って、でもう一回病院に電話して、さっき漏らしたってお伝えしたんですけど、多分破水ですっていうか破水だと思いますみたいな感じで伝えたら、先生がすぐ代わって電話に出て、で多分朝だから道も混んでると思うから、もう救急車でもいいからとにかく早く来てっていう風に結構な強い口調で言われました。で、結局ちょっと予定よりも早く夫が帰ってきてくれたので、すぐ救急車を呼んで、子供と夫と3人でいつもかかっている病院に向かいました。で、それで着いたらすっごいバタバタしてて、すぐに分娩台に乗せられて、え、なんで分娩台と思って、着てたものを全部スパーパーって脱がされて、すっぽんぽんにされたんですね。笑い事じゃないんですけど。で、それでもうあっちからこっちから注射とか点滴とか打たれて、で助産師さんも10人ぐらいいて、先生もいつも一人でやってらっしゃるんですけど、先生がお休みの日は別の病院から一人先生が来るんですね。で、その先生もいて2人なんですよ、先生が。で、助産師さんも10人とかいて、もうなんかすごいバタバタしてるし、先生はなんかすごい強い口調でみんなになんかいろいろ指示してるし、なんかすごいやばいことになっちゃったんじゃないのって本当にその時は不安になりました。で、本当に完全に破水しちゃってるし、NICU がある病院じゃないと見られないっていうことで、また救急車で救急搬送されました。で、その救急車に乗ってる時も助産師さんが一人ついてきてくれたんですが、もう大丈夫、陣痛来てないとか結構こまめに確認されたり、お腹張ってないかなって確認されたりとか、まあ、常にそんな感じで NICU がある病院まで運ばれました。 NICU がある病院に到着していろいろ見てもらったところ、やっぱり完全破水してるし、まあ、血液検査をしたんですけど、もしその血液検査の結果で感染症がある、あった場合は帝王切開になりますっていうことと、もし感染症がなかった
場合でも、もう完全に破水しちゃってるので陣痛が来るかもしれないから、陣痛が来たらすぐに自然分娩で早産になりますということと、もし陣痛がしばらく来なくっても生産期の37週とかまではお腹に留めていられない、完全破水しちゃってるから感染症になるリスクの方が高くなって、そっちの方が怖くなるから自然分娩で出産になります、でその場合も生産期まで持たせられないから早産になりますって言われて、えってすごいことになってしまったって、そこですごくなんか恐怖と、えまさか自分がこんな風になるのって思ってすごく怖かったです。で結局私は血液検査の結果感染症はなくって、で陣痛も結局すぐには来なかったのでしばらく様子を見ることになりました。で前期破水の切迫早産という診断になったので、そこからしばらく入院することになりました。入院中は完全に破水しちゃってるので部屋の中でしか動いちゃいけなくって、ベッドの上で基本は生活してくださいっていう風に言われて、シャワーもダメでした。で結局ずっと陣痛は来ることなく、感染症は全くなかったので、33週2日目の日に、ここから先は感染症になる方が早産になるよりもリスクが高くなっちゃうから、あの針止めの点滴を外して自然に陣痛が来るのを待ちましょうっていうふうに言われました。なので、朝9時だったんですけど、針止めの点滴もずっと入院してから打ってたのを外しました。針止めの点滴を外すと 2,3 時間くらい、まあ、薬の効き目が切れたあたりでなんか張り返しっていうのが来るらしくて、それが陣痛につながる人もいれば落ち着く人もいるっていうことで、私の場合は、9時に針止めの点滴を外して12時ぐらいになったら、なんかお腹が頻繁に5分おきぐらいに張るなって思って、あこれが張り返しってやつかと思ってたんです。でそこから3時ぐらいから針に合わせて、なんかお尻のあたりにもう違和感程度の痛み、全然痛いというレベルじゃない、違和感かな、痛いかなみたいなくらいのがついてきました。まあそんな感じだったので陣痛室に連れて行かれて、しばらく陣痛室でも痛いのかな、違和感なのかなみたいな感じで1時間ぐらいそんな感じで過ごしてて、でまあだんだん陣痛らしい感じになってきて、といってもまだ生理痛ぐらいで、しかも5分おきっていうかランダムに来る感じでした。でまあそんな生理痛ぐらいだったので、あの夫とも全然普通に今痛いとか話せてて、もう痛くても別の話題を話せるぐらいの感じが、それが1時間ぐらい続きました。でその後だんだん生理痛の重い時くらいの痛みが来るようになったので、まあ来た時はちょっと待ってって言ってしばらくこう耐えるみたいな感じが30分ぐらい続きました。その30分経ったあと10分ぐらい、もうやばいですよね、もう声が出ちゃうぐらいに痛くなってきました。そこから本当にその我慢できない痛みが2回あって、そしたらもう分娩台の方に移動になって、また2回もっとひどい、もう痛い痛い痛いってなっちゃうぐらいのが2回来て、でもう生きんでいいですかとかも結構泣き言みたいなのをずっと言ってて、で最後1回すごい痛い陣痛が来て、その時にちょうど先生が来てくれて、もう生きんでいいよって言われて、1回生きんだらまあね、すごくちっちゃい赤ちゃんだったのでスルンと生まれてくれました。で一番心配だったのはもう早産だしちっちゃいし泣けるのかなって思ってすごい心配だったんですけど、すぐ大きい声で泣いてくれたので、はあ泣いたって思って、そこでちょっと安心ができました。普通に生まれてきたらカンガルーケアとか、ここの横のところに赤ちゃんを寝かしてくれるっていうのがあると思うんですけど、もうそれはもちろんできないので、最後 NICU に赤ちゃんが行く前にさっと顔を見せてくれたんですけど、もう思わずちっちゃいって言っちゃったんですね。まあ実際もうちょっと大きいんですけど、顔もこのくらいに見えて、ああ本当にちっちゃいんだって思ったけど、 でももうここからは先生に任せるしかないので、もうお願いしますっていう気持ちでした。出産自体は本当にスムーズでした。で産んだ後も
やっぱり赤ちゃんが小さかった分、どこも産道とか栄養もに傷がなくって、本当にスタスタと歩くことができました。で、肝心の赤ちゃんなんですけど、本当にありがたいことに本当に元気で、言うことないですっていう風に先生に言われるぐらい元気です。で、まあ、赤ちゃん無事っていうことで本当に一安心だったんですけど、もう一つ気がかりだったのは息子ですよね。突然私入院になっちゃったので、そこから3週間会えなかったし、でさらに、私母乳を毎日赤ちゃんに届けなきゃいけなかったので、そんなこともあるし、産後っていうこともあって、実家の方に赤ちゃんが退院するまで預かってもらっていて、今いないんですよ。そう、でそんな息子の精神状態もすごく不安だったんですけど、もうじじばばが本当に頑張ってくれて、毎日 LINE で電話するんですけど、特にこうわがままになったり、嫌がすごい激しくなったりすることはなくて、変わらず過ごしてくれてます。でもやっぱりどっかでストレスだったり寂しさとか感じてるのかな。どうなんだろう。急に環境が変わって、しかも急にお兄ちゃんになるので、ね、まあ、それは彼にとってすごい変化になると思うし、それは絶対に良くも悪くもストレスになると思うので、ね、できる限りケアしていきたいと思います。ということで、こんな感じで出産エピソードをお話しさせてもらいました。まあ、今回ちょっと特別な出産になったので、最初の方でも言ったんですけど、私のこの経験が誰かの役に立てば嬉しいなと思ってるので、今回の出産エピソードの動画の他にも、前期破水が原因の切迫早産で入院していた時の入院中の1日のルーティーンもアップしたいと思っています。それではここまで見てくださった方、どうもありがとうございます。よかったらまた奥のチャンネル見に来てください。